はい、始まりました。始まっちまった。主役関根のリングの魂、始まったよ。帰りたいよ。そういうの考えてんだね、一応ね。ちょ、そういうの言ったらいかん、言ったらいかんよ。考えてるんだね、じゃないよ。いやいや違う、本当に帰りたい、僕は帰りたい。今日ファンが来たよね。ファンじゃないでしょ、別に。なんかね、でも知っててくれたみたいでね、ありがとうございます。なんか見てくれてるんですかね。でも写真撮りましょうとはなりなかったですけどね、僕はね。写真撮ってくださいって。え、俺言ってないでしょ。俺とサトシ。うん。の、あのカメラをやったっていうだけで、俺関係ねえじゃんか、結局よ。いいですよ。まあカメラマンでも何でもやります、僕は。おまけですから。はい。この方のね。はい。いや、はい。今日は、今日はね、ライジントリガー2。うん、はい、静岡エコパールニア大会。これのね、直前の、うん、もう、展開予想。もう間近っすね。そう。で、あと、はい、忖度。うん。あるんでね、忖度があるんで、うん、言えないやつは言えない、はい、ああまあ、ね、けどまあ展開予想はしっかりする。はい、メインイベント、はい、我らがクレベル、クレベル、エルベスト、エルベスト、エルベストって言うんですよ。エルベスト小池対、はい、そうですね、ウルカ佐々木、はい、まあ、これについてはね、うん、まあいろいろ、まあいろんな人が展開予想もするし、うんうん、ウルカ選手自身、クレベル選手自身がいろいろ言ってるけど、うん、はいはいはい。まあそういうのを踏まえての、うん、出方になると思うね。やっぱもうそのぐらいのレベルだよね。ああ。これしかできないっていう選手じゃないかなと、はい。まあまあもちろんね、打倒局すべてできますからね。まあ、まあ圧倒的にクレベル優位っていう人が多い。うん、その中でやっぱクレベルに勝てるのはウルカ選手がいないっていう言い方もいますのが主流だよね。うん、まあ、確かに、ね、まあ、ちなみに、はい、俺は思うんだけどね、うん、まあ、クレベルのセコンドつかないから、うん、あと作戦も聞けないから言うんだけど、うん、おそらくクレベルは寝技の展開には、うん、まあ気持ち的に 8-2 ぐらい しないと思うね。もちろん寝技をしてもクレベルすごい自信あるし、はいはい、勝つ自信めちゃめちゃあるんだけど、はいはいはい、逆にウルカ選手のストロングポイントって寝技でしょ。まあそうですね、打撃じゃないから、はい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 、でその寝技勝負になった時に、うん、万が一の可能性を考えた時に、はいはい、その万が一をなくすために絶対寝技勝負いかないと思う。なるほどね、うん。打撃勝負でしてれば 100% 勝てる、はい、まあ。そっちの方が勝つ確率多いと思ったら、うん、もう今のクレベルは、ね、半年間出れなかったから、うん、はいはい、確実に勝つしに行くと思うんだよね。うん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 、だから、もう徹底的に立ち技勝負すると思う。はい、なるほど。今、クレベルすごいから、立ち技。いやまあね。うん、まあ、前からすごいですけど、まあ、どんどんレベル上がってますからね。俺らの盆栽呪術の中で、はい、まあ、サトシ別格でしょ、はい、もうサトシの寝技は別格なの。まあまあ別格ですね。もうこれって普通の黒帯対白帯みたいな感じになっちゃってるから、はい、そうですね。俺がやってもクレベルがやってもね、サトシでも。いやーまあそうですね。そんくらいの差があるから、うん、まあ追い込まれたところなんか見たことないですね。そう。はい。関根さんを持ってきても。うん、そう、そうなんだよ。まあたまにもう気分が乗ってて、体力的にもいい時にはかなりいい勝負できるんだけど、やっぱりもう、レベルが違うよね。うん、まあ恐ろしいですね。そう。まあそうなった時に、じゃあどうなの？佐々木ウルカ選手比べた場合。うん、うん。うん。もちろんね、サトシぐらい超越してれば、はい、寝技いっても全然いいんだけど、うんうんうん、そう、じゃあ、クレベル、今、呪術の試合とか出てたり、ちょっとグラップリング出てて、はい、トップ呪術家とかとやると、うん、やっぱ負けちゃう時もあるんだよね、うん、まあ、展開上。まあまあまあ、そうですね。まあ、それを考えた時に、まあ、クレベル自身もそうだし、うん、ウルカ選手自身もそうだし、寝技のとこはちょっとやっぱ活路になってると思うんだよね。うん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 、もちろんクレベルとウルカ選手がやったら、俺はもう10回やったら7回はクレベルを全然勝つと思うんだけど、はいはいはい、うん、まあ、まあ8回勝つかな、はあはあ、
でも 2割怖いんだよ。まあまあね。打撃やったら、はい、もっと下がると思う。はいはいはい、はい、うん。まあね、その2割が試合の時に出ちゃったらって考えると、リスクの少ない方に行くっていうことですよね。俺がクレベルやるでしょ、はい、そうした時に、やっぱ打撃とか、MMA やった時打撃を入れられると、やっぱ何もできないんだけど、うん、年末だけのさ、柔術とかグラップリングだったら全然いけるんだよね。ってとこでやっぱ測れるんだよ、やっぱ。はあはあはあ、うん、そう考えた時にね、やっぱね、すごいよね、彼のストライキングのスキルは。ああ、なるほど。うん。一部分かってる選手はいるんだけどね。うんうん、クレベルの打撃のすごさ。はい、やっと朝倉選手が一番認めてるでしょ、まあ、ミクル選手が。そうですね。まあ、そんぐらい差がある。はあはあはあ、うん。なるほど、うん。ということですかね。そうそう。だからもうここは絶対に打撃勝負で、KO 勝ちすると思うね。うんうんうん、なるほど。逆に、ウルカ選手は、クレベルの寝技をしのげる持続あると思うから、一本は取られないのかなと思って。なるほど。打撃かなっていうところですかね。そう。はい。この試合。ウルカ選手にしたら、うん、バックテイクしたいなっていう。まあまあね、そこまでいけたらね。うん、クレベルは、実は試合でも、しばしばバックテイクされてるからね。うん。前の予想でも言ったけど、ただ、バックテイクされてからがクレベルが。まあ強い、真骨頂。そう、バックエスケープがすごい上手いからっていう。ね、まあそういうとこも見てみたい気がするけど。まあまあそこまでの展開はなかなか難しいかもしれないですね。そうです。はい。で、まあクレベルが、はい、まあ、まあ、そんな感じで。KO 勝ち。はい。と、うん、いうことですね。で、次、ケンジ君ね、加藤ケンジ対倉本勝馬。はい。まあ、これはね、すごいもうね、面白いと思う。まあね、これもすごいですね。打撃対、はい、組。まあそうですね。レスリング。はい、レスリング。ただね、倉本選手のね、多分、ね、フックとかもすごい威力なんで。いやいや、打撃も強いです、ね。グレコの強豪でさ、全日本も取ってる人ってさ、やっぱ上半身の力すごいから、はいはい、手打ちだったとしても、すっごい威力なんで、フックが。威力があるしかね。ただ、はい、ケンジ君のそのフックの打ち合いになった時のスキルはもうケンジ君も一番すごいと思う。まあ打撃はやばいっすね。もうこの階級の選手の中のトップクラスだと思うんだよ、うんうんうん、ケンジ君は。本当そうです。左右フック打てるし、あと、オーソからサウスポー、うん、ね、利き足も利き手チェンジもできるしね。うんうんうん、打撃の打ち合い、ただ倉本選手は、まあ、フックを餌に組みついてくるっていう。まあまあそうでしょう、ね、これも最初の一発どっちが当てるかっていうところかな。もしかし最初の一発のケンジ君当てればもうケンジ君ペースになると思うし、はい、そうじゃなければ組みつかれたら今度は倉本選手のペースになると思う、はい、うん、このファーストコンタクトに注目ってことですね。ファーストコンタクトも本当もうそこだけ、はい、もう読めないよね。ああなるほど、うん、でもそれを考えるとちょっと倉本選手の方が、うん、気持ち的には、うん、ね、最初パンチの打ち合いからの組めばいいと思ってるところで精神的には優位にあるのかなと思う。うん、なるほど。そう、ただケンジ君は寝技で言ったら、うん、ここでもずっと3年ぐらいやってるからもうね、普通の選手から一本は取られないと思う。そうですね、うん、はい、で気持ちも強いから、うん、ああね、そうそう、だいぶ打ち合いになったらめっちゃ面白い、うん、ただ倉本選手っていうのはもうテイクダウンの鬼だから、あそうです、ね、1回触られたら多分なかなか逃げることは厳しいんですかね、厳しいのかなっていうの、はい、まあ、これは分かんない試合は、うん、まあこれは予想しない、だってもうこれってさ、俺一緒に練習してるからさ、はい、ケンジ君勝ちって言うしかないじゃん、ね、まあそうですね、変な感じになっちゃうもんね。そうですね、うん、まあ、勝ってほしいね、ケンジ君には。まあね、ここで練習来てますから。これ本当にね、もうね、互角だと思うね。面白い、うん、面白いし。まあ面白い。ファーストコンタクトが全て決まると思う。なるほど。決めると思う。はい。で、その前、10試合が、アキラ選手対タクミ選手。まあ、うちのね、はい、うん、若頭。ブルテリアのスタッフでもあり、ここの若頭。そう、5歳です、第5の男。はい、もう生え抜きの選手ですね。はい、そう、もうアキラ選手はね、もうこの間の阿部選手との試合見たんだけど、俺ね、もう全体的に見たらね、匠の方が上なのかなと思って、スキル、はい、MMA スキルとして、はいはい、パワーとか、うん、技術、うん、気持ちとか見るとね、はい、うん、これ意外と鈴木匠選手が
いけるのかなと思って、ね、ほう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 、忖度なしで、忖度なしでね、うん、はい、フラットに考えてもいけるんではないかと、ね、そうそう、これもね、うん、匠くんの勝ちと、そうだね、はい、ということですね、そうそうそう、うん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 、展開的にはね、秋葉選手がやっぱ左右フック振ってからのタックルみたいな感じだけど、はいはい、もうその左右フックが全然多分距離感をつ、ごまかすのが上手いからね、鈴木匠選手はね、うん、入んないし、そこで多分一発ポコポコ当ててくのかなっていう、はい、ああなるほど、うん、組んで下になったとしても、はいはい、もう、まあね、ここでさ毎日さサトシとかさ、もうそうだけどさ、バンバン決め、逃げてんだからさ、そうそう決まんない、まあそうでしょうね、俺も前回の北岡戦の時にさ、はい、言ったのが、いつもサトシとかねやってて決められちゃうから、うん、ダメかと思っちゃいがちだけど、うん、他のとこ行ったら決まんないからっす、まあここだけ特別なんですよ、でやっぱ決められなかったでしょう、まあそうですね、うん、はい、そうそう、大丈夫、まあ対策もしてましたしね、大丈夫ですね、これもね KO で勝つともう KO がね、はい、判定、あ、前判定って言ったらね、そうそう判定だよな、うん、うん、匠くんにはもう、はい、KO みたいなね、もう激しい感じじゃなくて優しい判定がちょうどついてる優しい感じで優しいかどうかわかんないけど、ある意味地獄ですよ、まあ、そうそうそう、うん、まあね、手堅く勝つかなっていう感じですかね、はい、で第10試合に優選手対山本空選手はね、うんうん、もうこれはもう前も言った通り、うん、山健さんの息子に勝ってほしい、それだけ、はい、勝ってほしいっていう願いですね、願い、はい、もうこれは変わらない、ブレない俺は早い、うん、で、もう次行っちゃいますか、第9試合トケシ浩平選手対ハリー・スターズ、あー、はいはいはい、トケシ選手はね今ね、パンクライスイズムの横浜っていうね、北岡選手のところに出現してて、で前回負けた大原樹里選手のところに、うん、負けた後にね、まあ、自分のトケシ選手ね、キックボクサーやってたり MMA やったり、うん、でラウェイ、ミャンマーラウェイやってたでしょ、うん、生かすためにストライキングでタックルは食らわないパウンドで勝つっていう、その大原樹里選手の、はい、マーシャルアーツ牙の MMA スタイルが自分の理想のファイトスタイルということで、うん、牙で練習して、はい、習ってるっていうことですね、もう負けたらすぐアイスで、いやすごいですね、すごい、その気持ちいいですね、うん、そんな選手の試合見れるっていうのはいいですね、でハリスタロー選手っていうのは、うん、荒いそうですね、古才の方、まあ近いですね、ここからね、柔術道場で、はい、まあ、MMA もね、こっちの浜松の大会のプロとかでは結構見る選手ですね、関谷柔術、はい、まあ、アカデミーか、なんで寝技はやっぱね、できる選手ですね、関谷さんはこれちょっといた時ありましたね、いた時あるよね、はいはい、古才にね、うん、やってますね、まあそこの選手ということで、まあでもこう、うん、ハリスタローもねキックボクシングメインだから、うんうん、そんなに寝技は上手くないと思うんだよね、ああ、うん、そうですかね、そう、うんうん、どっちかっていうとストライキング重視の選手かな、あ、じゃあ打ち合ったらまたこう、うん、バチバチな試合が見れるかもしれないですね、そうだね、うん、うん、まあここはだからかなりいい試合になると思う、トケシ選手もバチバチな試合しかできないしハリー・スタロー選手も地元だから頑張ると思う、はいはい、で守りに入って試合したらまあね、ちょっとええみたいな感じになっちゃうですね、なるからね、あ、ということでこの試合はこれはね、もうね、もう俺はトケシ選手友達だから勝ってほしいとしか言えないし、はいはいはい、うん、ハリスタロー選手は近いけどさ、はい、知らないから、まああんま接点はないですね、うん、正直ね、関根さんとしたら時計選手の方がちょっとこう進行がある感じですね、そうだね、終わったら飲もうかなと思って、はい、ああいや会いたいですよ自分も時計選手いいな、ブサイクだけど心は綺麗だよ、いやいや、よう人のこと言うな、そんな人の顔のこといじれんな、いや 心はいい選手、心はもう男前ブサイクでちょっと心もそこそこの人が本当によく言うわやめてもうそうで第8試合笹田選手対マウンテン龍吾選手、はいはいはい、まあ、これキックボクシングのヘビー級マッチなんだけど、そうですね、マウンテン龍吾選手ってのはディープハーマス常連の選手、そうですね、よく名前聞きますしね、そうそうそう、試合よく見ますね、地元の大会では、
まあヘビー級のぶん殴り合いっていうところですかね、これは。そうなればいいなっていう。まあまあそうですね。あの、KO 決着をしないとダメな試合だよね。はい、まあまあ期待はされてるでしょうね。どっちが勝っても、負けても、はい。うん。で、もう一個知りたいのがマウンテンリュウゴ選手っていうのは、うん、あの、昔あったマウンテンリュウから来てるのかな。あの、何もね。いや、マウンテンリュウから、マウンテンリュウゴっていうのをやってるのかだけは、それが、ちゃんと、控え室で聞いとくから。いい迷惑だわ。試合終わってからに。試合前に。試合終わってからに。選手の気持ち分かるよ、もうちょっと。試合終わってからだと聞きづらいから。まあ、展開次第では。聞きづらいときは、まあまあ、選手の気持ち理解しろや。その辺を含めて、その全部含めて、もう聞いちゃダメ。しかもそんなの。もうそんなどうでもいい。いいなら聞くなや、最初から。はいはいはい、第5試合、はい、我らが防災呪術の内山拓磨、うんね、はい、ここはしっかりいかないと、VS 原虎徹、はいはい、内山拓磨はね、ほんとね、ここの、うん、あのさっき言った鈴木拓の弟分みたいな感じだけど、うんね、あのめっちゃ生意気なんだよね。空気の読めない。いや、まあ空気は読めないですね。まあだからこそ MMA ファイターとしてはいいかもしれないですよ、そういうとこはね。そう、あのよくね、俺とか変わってる、はい、ね、言うけど変わってるとか言われますけど、内山君も結構変わってるからね。内山君これまたエピソードあるけど、まあちょっとあんま YouTube では載せられないけどね。本当にありだよ、もう天然ですからね。まあでも MMA にはいいかもしれない、ああいう性格はね。そうで、今日もね、あの会見で言ってたんだけど、うん、あの元警部に出すね。まあそうですね。そうそうそう。はい、原虎徹選手を2ヶ月ぐらいかそう。ちょっとね、練習してたみたいですけどね。まさかそこの、とね、やるってことになるとね。そう、煽りでね、うん、ああ、こう言えって言ったのに言わなかった。いや、まあ。めっちゃつまんない会見でした。いやいやいや、まあまあね。もう優等生的な。いいんですよ。いいんですよ、うん、そこは。まあ、警部をもっと煽ってやれって。いや、マジで、ここでやめてよ、言っちゃうの。本当に。まあまあね、でもこれは。優等生。うん、で、原虎徹選手はね、あの、うん、やっぱ、天心とかね、あのね、平本蓮の幼馴染みたいな、やってて、はいはい。一回やめたけど、うん、彼らの活躍に刺激されて戻ってきた。あ、またやるって言ったって。向こうの方じゃ、本当に、あの、うん、あれだよね、シンデレラボーイみたいな。ああ、そうなんだ。新しい、はい。ニューカマーみたいな。うん、今、期待の選手みたいな。なるほどな。ニューカマーってもこっちじゃないの。いやいや、分かってるよ、みんな。こっちだよ。いや、違うよ。どっちも違う。何この差は一体。もういいから。まあね、でもこれは結構一部じゃ、おこの対戦すごってなってるんですよね。そう。ね。やっぱ関係者はね。なので、ちょっと楽しみにしてください。まあ、生意気だけど、勝たないですよね、内山が。まあね、勝ってもらわないと困っちゃいますね。ああ結構ね、まあ、ほんとね、うん、俺が見てる感じ、うん、俺もただ、MMA の実力的には、俺もまだ低いと思うんだけど、うん、ウォッチャーとしてはね、うん、もう昔から見てるから、MMA、はい、プライドの頃からね。うんうん、今、内山がかなり上がってきてね、ディープでも中堅選手、うん、ディープはランキングないんだけど、はいはいはい、もう10位以内に入ってて全然おかしくないかなと思って、なるほど、まあ、そういう選手だからね。はい、まあまあ、全然じゃあ、勝つ感じ。原虎徹選手自体がどのぐらいなのかわからない。うん、勝つときはすぐ派手に勝つけど、うん、実際、前回負けたときは、うん、吉野選手だったっけ、はあはあはあ、うん、吉野選手にもう柔道か、はい、フィジカル柔道にもうつけられて負けたみたいな感じだから、はい、そう、まあその辺で、うん、逆に原選手としても、うん、勝つんだったら内山拓磨選手にどう勝つかによってこう将来が分かってくるようなところもあるのかな。なるほどね。ただこう勝つんじゃなくてみたいな、ね。そう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 。まあ、うちの内山からすれば、うん、原虎徹選手に勝てば、うん、一気に未来が開けてくる。なるほど、まあそういうことで、ね、期待された原選手でね、はい、であとはもう皆さんには、うん、盆栽対警部、うん、大戦争の第一試合だと思って、はいはいはい、楽しんでほしいし、対抗戦だとね、見やすいですからね。内山としても、はい、警備に行っときいたから、うん、まあ、裏切りの内山みたいな。いやいや、そうは思ってないと思うけど、そんな変なストーリーつけるのやめてくださいよ。そうそうそう。そうそうそうじゃないよ。ね、頑張ったし。で、あと、はい、第4試合、北川選手対竹内選手。うん、
はい、これはでも北川選手はね、メルウッドチームで、はい、メルウッドファイトチームの一人でね、普段クレベルとかも練習してる選手ですね。クレベルの煽り V とかにもちょっと出てたかな。そうそうそう、ね、そうですね、はい、ギリ決まった試合で、はあはあ、そう、所属は別になってるんだけど、はい、まあ今は怪物の鈴木真希選手のところで、プロレーもやってるしっていう、はいはい、まあ、クレベルとも練習したりしてるっていうことですね。そうそうそう、よく練習付き合ってみてる、はい、体重も近いから、あ、なるほど、結構タイトルマッチとかも経験してるいい選手、そう、じゃあちょっと楽しみですね。ですね、はい、ということです。はい、ピコリンってなるし、もうそういうの音切っとかないの、それピコリンって。あ、今ね、はい、なんすか、怪物くんから、うん、ラインが来たの。もう読まんでいいから。ライン、鈴木さんから、はい、お疲れ様です。明日の夜はフルで関根さんが担当ですか、はい、可能ならば20時から大輝も連れてきたく思いました。ありがとう、来てもらいましょう。私が。そんなラインが読まなくていいから。まあでもちょっとこういう話題してた時にね、ちょうど。私はね、もう。はい、明日じゃあ。明日のキッククラスは2つ。はいはい、担当、はい、7時からフリースパークラスも俺が担当しますんで、あ、まあね、ぜひみんなどんどん、いやー見てる人は来ねえから来ねえと思うけど、もう出払っちゃってて、そうね、そう、選手がもうみんなねいないんで、明日少ない感じかな、ね、はい、なんつかな、もう必要とされてない俺がやめてよ。まあでもね、じっくりなんかこうテクニックやる時には最高なクラスじゃないですかね、うん、じっくりねっとりやるから。ねっとりはいらんでしょ。まあね、でも人少ないとね、集中してできますからね。はい、というわけでね。はい、じゃあ、もう直前なんでね、うん、ライジンのトリガー会場でね、会える人は会いましょう。ああ、そうね。ぜひ声かけてください、ね。自分もね、セコンドで、入りますんでね、鈴木匠も、ね。はい。ね。で、サトシは多分全部入るのかな。ああ、ね、そういうこと。私も一応関係者パスなんで、席ないんで、多分いろんなとこうろうろしてると思いますんでね。よろしくお願いします。まあ、ちょっと抜けれたらね、客席の方にもね、はいはい、うちの応援団の方にも挨拶します。ああ、ぜひね、来ていただくとみんな喜ぶと思うんで、はい、お願いしますね。はい。じゃあ、はい、お楽しみにしてくださいね、ライジントリガーね。はい。はい、というわけで、はい、チャンネル登録ボタン、はい、忘れてなかった。高評価。はい、忘れてないね。高評価なんか、はい、高評価ボタン押すといいらしいんで。いや、いいらしい。いいでしょうね。はい。で、あと、年末使った T シャツも、今、やっと、スポンサーさんに配り、もうすぐ配り終えるんで、はい。プレゼント。プレゼントできるようになりましたんでね。はい。またコメント欄とか、見て、お渡しします。はい。なんかよく見てくれてる人、ね、ということで。はい。お楽しみください。はい、バイバイ。バイバーイ。